こんにちは。私はバッファローの法人ビジネス本部の後藤と申します。ご視聴いただきありがとうございます。本日は私が現場営業として長年経験していられた、すぐにでも使える Wi-Fi のあるあるトラブルとその解決方法を2つ5分で説明します。それでは早速1つ目です。ケース1は Wi-Fi が届かない、つながらないです。皆さんの職場で Wi-Fi が届きそうで届かない微妙なエリア、通信が遅いと感じるエリアがある、こういった問題はないでしょうか。私が担当したお客様でこの Wi-Fi 微妙に届かない問題が起きていました。これ設置当初は問題がなかったんですけど、近年になってウェブ会議を会議室で行うようになったり、クラウドサービスを移動しながら使うようになったりと、使用用途が変わって環境が合わなくなってきたパターンでした。この解決方法は比較的簡単で、 Wi-Fi のエリアを広げればいいんですけど、でも皆さん、会社の経費って決まってますよね。 Wi-Fi がちゃんと届くように、かつコストを抑えるという理想に収めるにはポイントが一つあります。それは Wi-Fi の現地調査です。今回の事例でいうと、各部屋に1台つければ解決しますが、それだと台数も増えてコストも膨れ上がってしまいます。でも廊下につけて2部屋を1台でカバーできれば、台数を半分に抑えることも可能です。このようにやりたいことがいくらでできるのか、実態と費用を明確にするには Wi-Fi の現地調査が非常に重要です。続いてケース2です。突然 Wi-Fi 接続が切れる時があるです。これは皆さんも普段の生活でも経験があるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。こちらのお客様のオフィスでは普段 Wi-Fi が問題なく使えてはいるのですが、1日に突然 1,2 分だけ通信が止まってしまうということがあるものでした。ご覧いただいて、特に特別な環境ではなく、どこにでもありそうなオフィスですが、原因は電子レンジとワイヤレスフォンと監視カメラだったんです。意外に思われるかもしれませんが、これらの機器は Wi-Fi と同じ無線周波数帯を使っている機器で、これらが使われると電波が途切れるという現象が起きていました。じゃあ原因は分かったから使うのはやめようとはいかないですよね。問題の原因を把握し、解決方法を見つけて機器を問題なく使えるようにする、これはどのようにすればよいかというと、答えは Wi-Fi の電波調査です。電波が届くことだけを確認するのではなく、電波の周囲環境を確認して電波干渉が発生しないようにするには、どういうチャンネル設計をすればよいのかを確認します。こちらのお客様では新たな機器を購入する必要はなく、機器の設定を変えることで問題を回避しましたので、経費をかけることはありませんでした。最後にまとめです。この2つのケースから私がアドバイスをするのは、 Wi-Fi の不調を感じたらプロに現地調査を依頼することです。そこで現地調査のご相談はぜひバッファローにお任せください。調査、施工、設定まで当社スタッフが親切丁寧に Wi-Fi 導入をまるっと支援します。お問い合わせはバッファローのウェブサイトよりいつでも受け付けています。バッファロー現地調査でご検索ください。 Wi-Fi 環境を改善したいがどうしたらいいかわからない、費用が気になるので見積もりが欲しいなど、まずはお気軽にご相談お待ちしています。